タイムズスクウェア、時代広市場、日本における漢字、時代広場とは、香港の香港島北部、ドラワンに位置する、ショッピングセンター、映画館、オフィスなどを備えた複合施設である。タイムズスクウェアは1994年4月に完成、香港の総合企業である、急流総集、段物業により建設された。元々は、香港トラムの車庫が置かれていたが、 再開発により、タイムズスクエアが建設された。場所は、香港で最も繁華とされる、ドラワンにあるが、どちらかといえばワンコ地区との境目にあるため、香港総合などがある。軒西に道からは、多少距離がある。また、MTR ドラワン駅と直結している施設ではある。ものの、改札口を出てから徒歩で5分程度の距離がある。地下道を通らなければたどり着かない。 低層部には大きな吹き抜けのあるショッピングセンターが設置され、この中にはスーパーマーケットやレストラン街などもある。映画館は東側にあり、香港の UA グループが運営している。高層部はオフィスビルの46階建てで194メートルの高さを持つ西側の一座と39階建てで169メートルの高さを持つ 東側のしじみ角大火の二棟に分かれている。一階部分は公共広場になっており、街頭ビジョンが設置されている。この広場では、現代美術家による屋外展示会が行われたり、しばしば香港映画やテレビ番組のインタビューのロケ地ともなるなど、香港でタイムズスクエアは最も知名度のある場所の一つである。また、 中華人民共和国の上海市港北にある上海のタイムズスクエアは、急流総集、段物業により建設されたため、この場所を模した雰囲気となっている。広場の様子その他、筋向かいに日本のたこ焼きとたい焼きの専門チェーン店、築地銀だこドラワン店がある。また、付近の小売中心に香港三越があったが、2006年夏に閉店している。 ありがとうございます。